か僕は裁判のこととか、その内容、裁判関係の内容については全く、素人なのでね、なんとも、僕はその内容とか結果とかどうなるかとかっていうのは僕はわかんないですけれども、ただ、多分裁判になると向こうは強いんだろうなっていうような感覚は持ってますよね。だって、きちんとした、日本の国のルールがおかしいんですけど、承認手続きを取ってやってる表向きのね、正論があるわけですので。しかし、こういうことが全部ね、言論統制につながっていくんですよ。自由に物が発言できない、きちんと言いたいことを言えない。そして今回起きてることは何かっていうと、別に名誉毀損でも何でもなくて、一つの国民運動なんですよね。国民がもう我慢できない、黙ってられない。この今の国に対しておかしいっていうことを声を出してあげてるってことなんですよね。その一つが、レプリコンのことでもあり、そして、今秋から出たからレプリコンが注目されているけれども、もう今までの、パンデミック全般ですよ。もう PCR 検査から、いろんなコロナ対策から、マスクだったりとか、自粛だったりとか、あれ何だったんだって、そこから始まって、そして〇〇〇〇、2億回打って、亡くなった人は0人ですっていう発言だったりとか、国民の7割が打てば、この騒動は終わるんだ、だから、若い人たちにもしてくださいって言ったりとか、子供たちには思いやり〇〇〇〇っていう言葉を使って、やってきたりとか、一個一個はちっちゃいかもしれないけれども、それをずーっと、まあ僕はその当初から分かってましたけれども、多くの人たちがそれを言葉を信じて、一生懸命頑張ってやってきた結果がこれですよ。後ろを振り返ってみると、言ってきたことの、どれが当たってたんですか？どれが正しかったんですか？嘘ばっかり言ってきたじゃないですか。それに対して多くの人たちが怒ってるっていうことなんですね。だから今この前ね、2団体を提訴するって言ったのとことと、今回の原口和弘議員で、ひょっとしたらもっともっとこれ増えてくる可能性もありますよね。どん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 、多分まあ見せしめですよね。向こうからしたらお金はあるから、お金はあるので、どんな件でもやってきますよ。で、結果がどうなろうが、まあやることによって相手側というか提訴された側からすると、その人たちがなんか悪いことをした人みたいなイメージがつきやすくなるので、そういうのが力が働いているんじゃないかなというふうに思います。もちろんこう僕らも運動としてね、国民運動としてこう反対していく、もしくは声を上げていくっていうやり方はやっぱりね、考えていかなきゃいけないし、まあ正解はないのでね、それぞれのやり方あるかもしれないですが、まあ一つだけ気をつけた方がいいのが、やっぱり上げ足を取られないやり方はちょっとしていった方が、これから力が大きくなればなるほど、足元を救われたりする可能性も出てくると思うので、そこは本当にね、気をつけながら、でも、声を出していけたらなと思います。まあ大きく二つだと思ったらいいと思います。こう、声を上げている人たちが変な奴らだとか変な団体だとか、ちょっとおかしい人たちだって思わせるような流れになっていくと思います。もう一つが、同じ方向を向いてた人たちの中で分断が起きるように仕向けられていると思います。この二つですね。それをちょっと冷静に、あ、そういうことがこれから起きるように向こう側が仕掛けてるんだなっていう視点で見ておくと、すごく勉強になると思いますし、騙されにくくなると思います。だからマジックは、そのトリックが分かると、あ、そういうことねって言っても引っかからなくなるので、ちょっとそういう視点で見ておくといいと思います。だから、あの人がどうのとか、この人のやり方がどうのっていう風に、そこのエネルギーに巻き込まれないようにして、僕たちは何のためにこの情報発信してるのか、何のために声を上げてるのか、何のために国民運動をしてるのかっていうことを、そこを忘れないように、まあ原点回帰ですよね、ある意味で言うと、を自分の中でしていくことが本当に大切だと思います。まあ僕はですね、本当にみんなすごいなと思います。ずっと声を出してくださっている、先生方は、本当に、やっぱり、今でこそね、気づいている人多いですけれども、やっぱり2年前、3年前っていうのは、本当に風当たり僕も強かったですから、そんな中ですね、ずっと声を出し続けてくれている先生方っていうのは、本当に僕は心からリスペクトしておりますし、で、人間ってやっぱりね、完璧な人なんていないんですよ。あとは 100% 同じ意見っていう人もいないんですよ。この部分に関してはこの先生すごいな。
でもこの部分に関してはなんか違うなとか、僕そういうの多いですよ。まあほとんどがそうですね。ほとんどの先生がそうです。まあ偉そうな僕目線で言うと、それ僕が合ってるかどうかっていうことじゃないんですよ。僕の感覚からして、この先生のこの部分の話は勉強になるな。でもこれはそれ言い過ぎやろうとか、それちょっとあんま言わない方がいいんじゃないのとか、それ根拠なくないとか、あ、それ飛びついちゃったなみたいなのが、いろんな先生みんなそういうところやっぱり持ってたりするので、だから僕は例えばこの A 先生っていうことがすごいなと思って紹介したとしても、A 先生の全てをの信者であるわけではないし、信者である必要はないと思ってるんですよね。で、やっぱりあとはみんなできることも違うし、長所短所も違うし、強みも違うわけなので、それぞれの人がそれぞれの強みを生かしてやっていく。これが多分日本の調和の精神なんじゃないかなと思います。だから日本人としての精神性を取り戻していくっていうことも裏側のテーマとして僕はすごく大事で、で、日本人がおとなしいっていう意味での精神性じゃなくて、日本人ってやっぱりこう和を持ちながらも、きちんと自分たちの国を守っていくっていう、強さみたいなところと、その両輪だと思うんですよね。うん。だからその両方をきちんと思い出していくっていうことが、必要なんじゃないかなというふうに思います。で、目的としてはもちろん日本を守っていく、日本の未来をより良くしていくっていうことが僕、もちろんそうなんですけれども、そのプロセスの一つとして、やっぱり今大事なことは、相手側の体制を変えるっていうのは難しいんですね。例えば〇〇〇〇ごめんなさいってね、あちらの方々が言うかっていうと、もう何十年後かには言うかもしれないけど、まあ今この数年の中であれがストップしたりとか、何か過ちを認めるってことはちょっと考えにくいですね。もうだってこんな件みんなでやっててもびくともしなかったわけだから。っていうことは、もうあちら側の体制を変えるってことももちろんやっていくことも大事だけど、やっぱりその騙されない人を増やすっていうことをしないと、もうやりたい放題やられてしまうので、なので、今まで聞く耳を持ってなかった人とか、今まであんまりそういう話聞いてなかったけど、なんかちょっとおかしいんじゃないのかなって思い出してる人たちに、今、情報を届けるチャンス、大チャンスでもあるんですよ。で、これは、ある一定数行くとガラッと変わるので、だからそこまで地道に焦らずに、もう着実にゆっくりでいいから、できることをやっていく。そしてそのプロセスの中で、自分が気づいてなかった人の立場に立って考えると分かりやすいんですけど、あんまり過激的になりすぎないことだったりとか、そういう人たちが聞いて、この人たち大丈夫かなっていう言葉遣いをしないことだったりとか、ちょっとこの人の話だったら聞いてみたいなって思うような、話し方や行動や態度だったりとか、その全部ですよね。自分たちの顔つきだったりとか、眉間にシワを寄せてね、お前ら騙されてるぞっていきなりこう歩いてる人に言われても、いや、怖って思うだけじゃないですか。だからそういうやり方をしていくっていうことはすごく大事だと思いますし、まあそういう意味で言うと僕は本当に内海悟先生はこの選挙を通してですね、東京都知事選挙、そして河野太郎さんのお膝元でですね、選挙に出るっていうのはもう非常にこうすごいやり方だなと、まあ戦略的に僕ちょっとすごいなって思いましたね。だからいいところもあれば悪いところもあるんですよ、みんな。そうなんです。で、僕は内海悟先生、あの以前の東京都知事選挙出るって聞いた時に本当にあすごいなと思って、お願いをして対談させていただいて、僕はなんか力になれることはないかなと思ったので、で、神奈川15区も今回出てるので本当にすごい応援してますし、頑張ってほしいなというふうに思っているんですけれども、じゃあ内海先生の言ってること 100% 僕が同意してるかっていうと、そうじゃないんですよ。内海先生の信者かっていうと、そうじゃないんですよ。そんなことどうでもいいんですよ、僕からしたら。多分内海先生もそうなんですよ。そうじゃなくて、この日本のおかしさに気づいてる人を増やしたい。そうしないともうこれ日本守れないよっていうことが本当の思いだと思うんですよね。だから細かいところで自分のことを全部信じろとか、そういうことじゃないと思うし、僕は別に例えば口が悪いところだったりとか、そういうところも別に素晴らしいなと思ってるわけじゃないですから。そう、全然そういうことじゃないんですね。だから全部に対して同意できないと応援できないっていう世界は、僕はすごくなんか違うなと思っていて、